後ろから引いてくる。面白いことが大好きで、悪いことは許せない。君と同じさ、辛いこと僕出ぞ。たちまちは辛くて、やらしゃいだ、ハローシャイだ、いつでも声をかけてくれ。宇宙車には子供たちが乗っていない。どこへ連れ去られたのかしら。この一帯に風魔の秘密基地があるに違いない。探してみる。了解。ジャイアン、いざいざひらジャイアン抵抗。いざいざ探しても一部へ吹いて待てれば同じな。地底100メートルに金属反応ある。バトルジャイアン抵抗。捨てられた騎士だ。まだだったのか。シャイダー目に逃げられてしまった。せっかく罠を仕掛けたのに。この先いくらでもチャンスはあります、うん、でさらった子供はどうした。はい、ここへ。これでは気づくまい。いくらシャイダーとてな、これから何百人でもさらってご覧に入れます。頼むぞ、不思議獣ムチムチ。お任せを。追跡新進誘拐団。ゆういち、おやつの時間ですよ。もうできた。簡単だい、こんなの。うん、さすがはゆういち、灯台はあなたのためにあるようなもんよ。頑張ってね。うん、今日のケーキおいしいのよ。はい、天才作りはうちの塾の方が上だね。ワイワイ。さあ、果たして何が出てくるかな。おやおや。将来性のある素晴らしい才能を持っています。朝は5時に起き、夜は午前の2時まで、それこそ寝る暇を惜しんで頑張っておりました。天才は 2% の才能と 98% の努力と申すではありませんか。雄一は天才なんです。うん、それにしてもなぜ天才少年ばっかりが。小次郎さん、大変。おう、渡る不審眠稽古領事がさらわれた。何、またか。これで50名だ。これは大変だ。陽子、
これは誘拐じゃないよ。え、渡るも真も先日30点止まったのが、うん、誘拐されるのは天才ばっかりだ。ボンクラは安心だ、安心安心ってよう、大ちゃん大ちゃん、漁師たちが誘拐されたらしい。なんだって？0点ばっかり取ってかなしてさらわれたんだべ。これで子供ばかり50名俺だ。シェイダー、今回電波をキャッチしたの。三浦半島の東大あたりから捨てられているわ。回電波、だけだ。さあみんな早く逃げろ。はい。5人は助かった。あと45人の子供たちは一体どこへ。うわっ、消滅。仕留めた。つけい。シャイダ。シャイダ。シャイダ。兄、うまくいったぜ。一つ、大帝王クビライ様は全宇宙の支配者であられます。一つ、大帝王クビライ様は全宇宙の支配者であられます。一つ、私たちは大帝王クビライ様に絶対服従を誓います。一つ、私たちは大帝王クビライ様に絶対服従を誓います。よくできました。これより労働実習です。ご覧なさい、あなたたちを待っているのは地獄の時間割です。睡眠時間はたったの2時間、こりゃママよりひどいや。どうしてこんなことしなきゃいけないの。黙って働け、口答えは許さん。
どんな環境でも生き抜いていける鋼鉄のような肉体と精神を作り上げるのだ。あ、休むな。働け。風魔教育は素晴らしい効果を上げております。子供たちは朝は4時に起き、夜中の2時まで、それこそ夜に火をついで努力いたしております。天才は 2% の才能に 98% の努力と申します。さすがは天才たち、飲み込みが早いです。みっちり洗脳した上で他の惑星に売り出せば、風魔のために働く人類が誕生することでしょう。いいやつじゃ、ヘスラ。はあ。洗脳教育を終えたら早速他の惑星を送り込め。シャイダーめを血祭りにあげましたので安心して仕事ができます。風魔は優秀な子供たちに風魔教育を施し、他の惑星に送り込む。子供たちは成長してその惑星の支配者になる。風魔の目的は全銀河の支配だ。シャイダーは風魔に死んだと見せかけて油断させ、風魔の秘密基地を密かに探っていた。バビロスセンサーは地上を走る車に乗る人間の体温から地底の物質までも判別できるのだ。体温反応よ、相当するの。風魔の秘密基地だ、兄。オッケー、兄にお任せ。ならねばなら、鉄の胃袋を作るのだ。何から SS だ。こんな刑事がこれほど苦戦してもシャイダーは出てこない。もう大丈夫だ。アイシャイアンテイクオフ。
でしょ。もう大丈夫よ。兄、大丈夫か。シャイダー、ここに30名、残りの15名は秘密基地に。わかった。バトル採用。生きておったのか。子供たちはこのペンダントのために。君たち、友達のペンダントをもぎ取るんだ。はい。西島君、騙されてるんだ。カノン、騙されんな。兄、シャイダー。子供たちを頼む。オッケー。行けよ、ビーバン。重刑事シャイダー。重刑事シャイダーはわずか1ミリ秒で焼結を完了する。ではその原理を説明しよう。重刑事シャイダーはバビロス号から発射されるプラズマブルーエネルギーを浴びてわずか1ミリ秒で焼結を完了するのだ。水爆シャイドーパーンシャイドーキFoo!
ブレード。刑事シャイダーとアニーの活躍で風魔にさらわれた少年少女たちは全員無事に救出された。風魔の陰謀を許すな、消滅せよ宇宙刑事シャイダー。